まだちょっとかわいそうですね、ここまで走ってきてね、これはね、ちょっと無理ないですね、これなんかギアボックスの付け根かなんかの辺じゃないですかね、ちょっとよくわからないですけど、でもなんかもたもたしてるということは、可能性のある部分かもしれないですね、そうですね、完全にどこか行っちゃってれば、もう諦めますからね、ブーセンだって、車離れるからね、普通のいいドライバーですから、その辺分かってますから。まあ、森脇さん、レースのこの大会によりましてね、はい、6時間を過ぎてチェッカーが受けられなくてもゴールラインを通過しなくても周回をいっぱいやってればその入賞できるというルールを、ね、採用しているところも多いんじゃないですか、そういう方法がね、今度のこの大会では競技長がそういうではなくて、はい、チェッカーを振った後、ゴールラインを通過しなければ順位には入らないと、はい、いうことになっておりますので、はい、ロンドンはちょっとこのままいくとかわいそうです、そうですね、はい、いわゆるチェッカー優先というチェッカー優先ですね、はい、さあいよいよ時間が迫ってまいりました、あと2分ばかりです、あと2分ばかり、新たなまた周回に入りまして259周目、259周目、ちょうど260周ぐらいで、フィニッシュになりそうです、まあ、でも車とのレベル、レベル、これはもうこの人は本当に素晴らしいですね、はい、まあ、それにしてもやっぱり松田さん、6時間ともなりますといろんなことありましてね、最初にこのカーナンバー2番両雄の車が調子悪くて、はい、いわゆるその作戦みたいなものがちょっと全部ご破産になってしまって、そうでしょうね、ランチャーチームが非常にこの途中会長だったんですけどね、まあ2点3点ありましたですね、ありましたね、やっぱり、しかしベルがですね、2番のベルが入ったまではですね、ほとんど彼も気がつかないような自分故障でしかなかったんじゃないですか、オイル漏れでしたね、あれは単純なオイルライン系のからのオイル漏れだからドライバー気がつかないですね、そうですね、よっぽどひどくてオイルの温度が上がれば別ですけれども、そうじゃない限りドライバーは全く気づかないですね、したがってピットインしてみたら愕然としたという感じですね、はいはい、さあ先頭のポルシェ956、刻一刻とあと1分、あと約1分でゴールです、6時間を経過します、まもなく260周目に入りますから260周で おそらく終わりだと思います、メインスタンド前を通過、相変わらずもう他の車を全く問題にせずごぼう抜きという感じ、何しろルマンの直線で355キロを記録したというこの怪物マシーン、おそらく直線を走らせたら松田さん F1 よりは速いだろうと、速いですね、そうちょっと速いです ね、もう特にF1 の場合はですね、これ設計自体がそのルマンの最高速度を出すなんていうのと違いますし ね、それもあるんで、また先ほどの空力の話なんですけど、タイヤが外に飛び出てるっていうのはすごく空気抵抗になるんですよ、なるほどね、はい、ですからこういうカバーされたスポーツカーの方が同じエンジンならばストレートの速度は速いですね、はい、ところがこういうサーキットを回ると今度はコーナリングの安定性とかなんで、それはもう全く別のことです、F1 の方がちょっと速いようです、はい、ゴールまで1分ということはもう一周行きますから、いやもうありません、うん、そうですね、ここでチェッカーを振られます、ゴール1分ありません、もう5時過ぎました、高速コーナー、さてどうでしょう、ああチェッカーが用意されました、されてますね、さあ、はい、チェッカー振られております、チェッカー振られております、優勝ポルシェ956ジャッキー X ヨケンマス組、チェッカーを受けたのはヨケンマスでありました、いやポルシェ素晴らしい走りを見せてくれました、予想通りじゃないですか、予想通りでしょうね、はい、予想通り、ウィニングランを行っております、まだ第2位のランチアは入ってきてませんか、はい、ランチャーまだ来てないみたいですね、もう暗くなって、ちょっと私ども肉眼では車の識別が非常に難しくなりました、テレビのカメラのレンズは非常に明るいんです、ランチャーは今ヘアピン通過です、あヘアピンね、はい、はい、あヘアピン通ってますね、あこれですね、これが回ってきて第2位ということになります、うん、ランチャーも残念だったですね、前半大変健闘して、石井さんがおっしゃった小粒デモという感じで非常にいい走りを示してくれてたんですけど、はい、ちょっとなんかね月一つなくて、はい、両方ともこうドロップオフしちゃったというのは残念ですね、そうですね、ね
まあしかしポルシェとこのランチャー、車のね大きさ形性質いろいろ違うでしょうけれども、両方ともいい車ですよ。そうですね、素晴らしい車ですね。さあこれで、ランチャーカーナンバー50番、今第2位で入りました。リカルド・パトレーゼとテオ・パビ組、チェッカーを受けたのはリカルド・パトレーゼでやります。ウイニングランを行っております。まあしかしあの森脇さんね、やはりあの日本は有数な自動車王国ですから、はい、森脇さんのようなデザイナーもいらっしゃるし、世界にこう対抗できるような車ぜひ欲しいですね。そうですね、私たいです ね, ね。今後ともこういうレースイベントを続けていただけるんだと、本当に我々としてもありがたいことなんです。そうでしょうね、はい、あこれピットへ入ってきますね、コース上に入ってくるかと思ったんですが、優勝いたしましたカーナンバー1番のポルシェ956、ジャッキー X 予見マス組。あやっぱり出てきます、はい、コースで出てきますね、はい、そしておそらく3位は日本のあのトヨタマーチ 75S が入ったんじゃないでしょうか。最終確認を待ちたいと思いますが、自分のピットの前でスロー走行、スローダウン、そしてまたややスピードを上げて表彰台の方に向かいます。全部で260周いたしました。走行距離は 1133.34 キロ、 1133.34 キロ。よくご覧ください、このマシンです。これボディの立て付けも素晴らしい立て付けなんですよ。そうですか。このまま街の中走れるぐらいですよ。あ本当にまあドイツ人の性格から ね,、はい、うねこういうものができるんでしょうけど、まあ、そういえばこのマスはドイツ。そうですね、はい、はい、あの大体あのフォード系の車に乗ったことが非常に多いんですけどね、はい、一応そういうある期間が過ぎた後ですね、彼はこのポルシェのロングディスタンス、に乗り始めて、それでも持ち長いんですよ ね, そうですよね。5年とか7年経つんですけど、はい、第2位がランチャー、そして第3位はまだ最終確認ができませんが、おそらくロンドンが止まっているために日本の車が入るのではないかと思います。それではこの後お知らせを挟んで優勝インタビューなどを皆さんにお聞きいただきたいと思います。この放送は富士スピードウェイから生中継でお伝えします。We love motor sports。モータースポーツが大好きだ。ツーといえばカーの店、オートバックス。さあんちゃバイチャスタート、次から次へんちゃバイチャ、挨拶すれば得点です。あピッチ上がった、太郎チビル、スパマ間に合った、太郎肉点ライオンチビル、あ先兵が出た、先兵遅い、げんこつあられちゃん、んちゃバイチャ、ガッチャンボールがファンファンファン、コピーのワイワイエアランド、レバー操作でガッチャンボールが浮き沈み、やった八の字かがり、コピーのワイワイエアランド。ジョンソンホワイトは水垢汚れを削り取り白さを引き出す、白さを引き出せジョンソンホワイト。このエレガンスもう1年も使ってます。だって詰め替えればいいんですもの。2ヶ月ごとにお好きな香り詰め替えてずっとお使いください。エレガンス暗記のうまい手教えてあげる、大事なところにチェックペン、チェックシートをかぶせたら、あ消えた、消えたり見えたり、ゼブラのチェックペン覚えたら消しペンで消せるのです。ゼブラのチェックペン。中間テストだ、さあやるぞ。はい、それでは晴れの壇上に登りましたジャッキー・イクスとヨッケンマス、優勝いたしましたポルシェ956、多田アナウンサー
インタビューお願いしましょう。それでは早速優勝いたしましたこの富士スピードウェイで6時間を走り切りましたポルシェ956の、ジャッキー・クスとそれからヨッヘン・マス両選手にお話を伺ってみたいと思います。まずおめでとうございます。 First of all, congratulations to both of you, Jackie X, Jochen Mass.6時間を走り終わった時の感想をまずヨッヘン・マスさんから聞いてもらいましょうか。Well, I'm very happy, of course, and I think since it's been the first World Championship race held in Japan, long distance race, we're particularly happy to have won the first one. 私はもちろん今大変に嬉しいわけですが、その上にもさらにこの最初の日本で開かれた世界選手権のかかった長距離耐久レースに優勝したことを我々は大変に光栄に思っているということです。もうとにかく嬉しいの一言にしておく。スキル、How about you, Jackie?Well, I'm feeling the same as Jochen, of course. Besides that, I think it was a great race, especially because I heard there was a record of audience on the race course. And also, I have to mention that, and it's very important, this success is, of course, shared between the engineers and mechanics.And all the people who has worked to organize this World Championship race. 私はやっぱり、ヨケマスと同じように嬉しく思っております。しかしそれとともにこのレースは実にいいレースだったと思います。私はこの勝利というものは自分たちだけのものではなくて、私たちのエンジニアリングスタッフ、そして私たちを支持してくれた皆様のご協力があって初めてこの勝利というものが可能だったというふうにも思っております。スタートする前はですね、ランチャーとの非常にこう首位争いが激烈になるのではないかと、特にポルシェの場合は燃費という問題があってかなり大きなそのハンディキャップになるんじゃないかということで、私たちもポルシェの、ね、苦戦を予想してたんですが、比較的こう楽に勝てたんじゃないかという気がするんですが、その辺のところ。Before the race began, there was much comment that you might be having some difficulties with fuel problems, especially with the Lancia doing so well in the times and your car consumes a little more. But in the event, it didn't appear that you had such a difficult time.Did you? Well, every race is the same question about the Porsche, knowing if we could do the distance without problem. But as the other race, which was fairly easy to match, we have an excellent car. Since few races, they have worked on fuel consumption, and actually we can race fairly fast without knowing that bad problem.まあ、この質問はよく伺う質問でございます。しかし過去の例をご覧になっていただきましても、全くやはり、我々の車はそんな心配がないということは立証できたと思います。まあ楽ではない、どんなレースだって大変に苦労はある。しかしながら、その割にはそんなに皆さんが考えたほど苦労はなかったんじゃないかなというふうに思っております。この耐久レース、あと一つブランズハッチであるんですが、イクスさんとマスさんまた一緒にペアを組んで乗られるんですか。 Will you be pairing up together at Brands Hatch in 2 weeks from now againI'm not totally sure if he will race that race, but perhaps if he races it, most likely perhaps we will do it together, but it's unlikely.今のところ果たして我々が出るかどうか 100% は私たち知りません。まあ、しかし、仮に出たとしてもおそらく今度はチームにならないんじゃないかというふうにも思っております。そうですか。はい。今日はテレビを通じて全国のファンがご覧になったと思うんですけれども、これからもまたもう一回日本へ来て素晴らしいレースを見せていただきたいと思います。 You've been talking to everybody throughout Japan. We look forward to both of you coming again and showing us all something about real racing from where you come from. Thank you very much. Congratulations to both of you. Congratulations.Thank you very much. Congratulations. 優勝いたしましたポルシェチームのヨッヘン・マス、それからジャッキー・イクス選手にインタビューいたしました。それではもう、一つ大変嬉しいことがあるんですが、日本のチームで堂々とこの総合3位に入りました、三崎、中村両、チームの選手に、話を聞いてみたいと思います。まず中村さん、どうですか感想は。どうもありがとうございます。もう久々のね、はい、鈴鹿でもガス欠起こしていいとこ行ってたんですけどね、それリタイアしたと思うんで、もうそればっかり気になってたんですけどね、まあ、とにかくもう嬉しいです。もうそれの一言です。三崎さん、3位になるっていうのは分かりましたですか。いや全然分かんない。 ただ4位でフィニッシュすればもう上出来だと思ってました。というのは日本人で最高位でしたからね、年寄りチームですからとにかく4位で、入賞すればもういいと。欲は書かないで、待ってましたら、もうロンドンが止まったんで、はい、もう大喜びでした。そうですか。
まあ、とにかくね、日本のファンがこれだけ支持してくれたレースですから、まあ、3位というのも大満足でしょうけれども、これからも一つね、これをステップにいいレースを見せてください、はいはい、何か表彰式に上がってからね、顔が興奮してきたような感じですが、いかがですか。いや、もう緊張しっぱなしですそうですか、ドライブしてる時よりもなんか緊張してるような感じです。そうですね、とにかくエンジンがね、快調だったもんですから、これは今日はいけるなとは内心は思ってましたけど、まあ、最後の最後までチェッカーを受けるまでちょっと心配でした。そうですか、はい、それにしても3位堂々入賞おめでとうございました。どうもありがとうございました。トヨタマーチ 75S の中村